YouTube チャンネルをご覧の皆さん、どうも武田と哲也です。いやー、てっちゃん大変やね。武田と哲也のこれ YouTube これチャンネルできちゃいましたよ。だから、炎上覚悟っていうことでしょ。この炎上覚悟かな、このプロモーションは。あ、まあまあ、確かに。でも夢のYouTuber で、まあまあまあ、だからチューバーってことでしょ。チューバーですよ、憧れの。その登録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 とかみんなめっちゃ頑張ってんなって思って今まで見てたけど、どこかでこう人事っぽく生きてたりしてたけど、まあでももう当事者だよな。当事者になっちゃいました。これ何やりゃいいんだろうね。チューバーですよ。その真面目に音楽やってていいのこれ。だっていやいやいや、まあまあまあ、どっちみちゆるいところしか多分出ていかないと思いますけど、ね、俺どうせあれなんじゃないの、こうわーってこう、瞬間的に盛り上がってその後ヒューって、まあまあ、終わる、ありがちな、ありがちなね。そんなだってね、この竹鉄 YouTube チャンネルが2人でめっちゃやってたらさ、ちょっとね、そこまでごめんなさいね、そこまでのモチベーションは今んとこないから、ね、だからまあだけど、まあ、いろんな、なんかこぼれシーンとか、ちょっとまあアルバムね作ったり出したり、いろいろプロモーションしたりとか、いろんなこと動きの中のちょっとこぼれ話っていうね、シーンをだから、まあ、ここで見てもらえる。アルバムのその音源とかいう、そう PV とか MV とかっていう世界だけじゃないものもここに入るってことだよね。そう、これで体張ってアスレチックとかそういうことはしない。で俺はでもね、あのキャンプぐらいやってもいいんじゃないかと思ってんだ。結構モチベーション高いもう、いや、あれよ、うん、もちろんあの、いや、最終回、着地がほら、絶対着地の予定がない打ち上げ的にね。だから前回もさ、あれ豊洲でバーベキューしたりしたの、あんな感じ映像を作ったじゃん、で今回は、あの焚き火の前でさ、俺らさキャンプファイヤー的な感じでね、それもう 2時間ぐらいしかやんないんだけど、ちゃんときっちり打ち上がって、あの句読点を打たな、さすがにこればっかりやってるとゴスペラーズの他のメンバーとか、それはもうそうですよ、他のメンバーに申し訳ない、てかファンの皆さんに申し訳ない、まあ申し訳ない、キャンプ動画さえ届けられたら、音楽とミニアルバムとキャンプ動画を予定してます、ね、これ部活やからね、はい、予定ね、予定あといろんなあの歌のネタがいろいろ出てくるんじゃないか。いいね、キャンプ用品をこう、なんていうの、ちゃんと自分でも、自前で持ってくるっていうの。まあだから、一個ずつプレゼントするとかね、あのちょっとそう、なんか一品ずつ作りながら、ね、だから、あの食べ物もね、あのねちょっともう、簡単な、あの簡単美味しいキャンプフードみたいな、いいね、どうしよう、もし、もしその最終回の動画が成功したらどうしよう、いやもうそれはちょっと第2弾第3弾あのこそこそやろ、もしね、こそこそやね、また見たい、うん、何をこうやってもいねえのにこう夢見てさ、あの徹夜が入れた幻のコーヒーもう一杯飲んでみたい。だからこう東京のさ、すごい近くなんだけど急にさ、マテ茶とか飲み出しちゃってさ、マテ茶飲む、南米のね、こう人をリラックスさせるマテ茶とか焚き火の前のさ、結構モチベーション高いねで俺はね、ほんのちょっと本格的に牛乳からラッシーとか作ってみて。ああ、いや、それいいね、そのラッシーちゃんと外でできることっていうね、いや美味しいよ、マンゴーとかもちゃんとすりつぶして牛乳からラッシーだ、あの本当これ、最終回だけにしとかないと、やってみたらめちゃくちゃあれハードル高いことが分かるよね。確かにね、やったらすごい大変だと思うから、本当最終回期待して、最終回始まったばっかなのに、そう最終回皆さん最終回ね期待してください、そのためにも登録、その間はちょっとみんなもダラダラ付き合って、はい、お願いします、登録うえ雑やわ。以上、武田と哲也でした。